農業者としても活躍した吟遊さん。吟遊さんが農業をしていた場所の一つ、チャンカイヨを訪れました。チャンカイヨの農地は同じ沖縄県出身者とのつながりで手に入れたそうです。かぼちゃとか、あ、いやいや、シーシーして、スイカ種なし、あ、いや、そうです、はい、のの、かぼちゃが、かぼちゃはこれ100、大きい種を日本から輸入して、それで先生はポテトを作ろうとしたんですよね。だから皆さんが絶対キャンカイヨではできないっていう、この何ていうか海の近い、じゃあ先生は頭よくそのキャンカイヨの土をね日本に送ったんですよ。あ、日本に送った。検査をしてもらって、どういう土地のあれだっていうことを分かって、それで肥料もね、その土地に合った肥料を使ったんですよ。だから皆さんがたまげたっていうのは一番初めのなんていうんですか、ここでポテトになった時には、だから一番初め本当に良かったで、私も聞いた話は、じゃがいもポテトの、収穫でそのお家をが建てられたとよく 聞きました。父から聞きました。はい、お父さんのおかげでうちのパパは ここにしてこの土地を、お父さんは一世、あ、しよ、よしよし、お父さん一世、沖縄のどこです、あ、金、あ、金フェティバル、あ、避難所大会、避難所大会、2016年で、あ、最近、ひさぞっていうと、あ、ひさぞ、あ、本当だ、名前はね、名前はひさぞになってるね、本当はでもキブゾウ、ことはの、数字なかった、あ、やっぱりそう、一世と二世、話は、うまくいかなかったの。で、僕と同じプロ、パパが日本語、僕はスペイン語。それで簡単な話だけ、三振弾いてた。お父さんは三振、パパとパパは三振、casi la mayoría de los isei como la soledad no、伊勢たちは三振、悲しい、悲しい曲です。悲しいだから、家族は沖縄に向こうから来て、まあセグロ、自分一人でセグロ悲しかったポーズなの。それで三振弾いて、三振弾いて歌って。La travesía creo era tres meses.El samisen que tiene Tony es del de... その おじさんが使った三振は孫が今使ってる。ああ、孫が今三振弾いてる。三振を弾いてる。しいね、すごいね。アテク、ペルー沖縄県人会館へ。ペルーの8月は冬の季節。琉球寒緋桜が咲いていました。自分たちはその旅行者、近所旅行者でペルーに来たんです。ああ、そうなんですね。はい、飛行機、
プロペラ。あの沖縄はあの日本国、日本じゃなかったはい、はい、アメリカ。アメリカ。パスポートで、それから日本まで行って、日本のあの領事館、ペルーの領事館で手続きして、ハワイ行って、それから乗り換えてパナマに来て、パナマから来ました。私の旦那があのペルー2世で、大体ここの小学校を卒業したら、あの教育のためにみんなあの日本の方に行ったみたいで、そのあれでうちの旦那は、小学校をここで卒業して、中学はみんな沖縄に。沖縄に来てたんですね。はいはい。向こうで知り合った。あ、うん、お父さん、お母さん、うん、みんな親戚はここでして、はい、そこで呼び寄せてきたんです。はい、7年、はい。だけど、私は初めてあのスペイン語っていうの。とにかくもそれ覚えるのに大変でした。日本語喋れる人はあまりいないです。いないです。ほとんどいない。ほとんどあの私もそうですよ。あので沖縄のあの兄弟とお話しするときどこにかあのスペイン語混ざるんですよ。お姉さん何言ってるの？自分では感づかないですけど自然に出てくるんですよね。うん、7歳と5歳でした、うん。お母さんどこ行くのって言われて。うん。とにかくこの当時はもう何ですか、戦後みんな苦しいですよね。だからあの憧れっていうか外国ったらやっぱり自分たちはあのアメリカの生活似てるんですよね、沖縄で。その外国ったらやっぱりアメリカの生活だと思って自分もそう思ってきたんですよね。だけどそうはいかないです。習慣もなんですけど、もう苦労しましたもん。1、2カ年ほど雑貨店、それからあの 独立してあのレストラン。あれやっぱレストランを見なされた、はいはい。ほとんどですね、あの沖縄の人ほとんどレストラン。沖縄に帰りたいと思いました。そうです。あ、そうやっぱり。3カ年ほどない、ほとんどないってことです。もう毎日。ここはまだできてない。前にちょっとあのちっちゃい県人会っていうのがあったんです、うん、はい、今はもうここですけど、うん、その当時やっぱり向こうで沖縄の習慣ってやっぱり頼もしこうですよね、モアイ、モアイ、モアイ、その前をみんなの婦人会とかあの、うん、それから市町村、うん、村人会のモアイとかいろんなそれで一応ね、あの、うん、その 1、2カ年はそれを楽しみにしていたんですよね、うん、そのつながりがあって支えられたと、はい、いうことを、ね、そうですよね、あの何でも商売にしても何でもみんなその周りで助け合ってきたわけです、うんうん、その時も先生の本当 の後ろ盾は先生でした、うん、いろんな方面で自分たちを教えてもらってましたね、うん、教えになってましたね。このペルーではもう本当に先生を亡くしてはもう立っていかれないみたいな方でした。自分たちにすればお父さんみたいな方でした。はい、行かれましたか？4回行ってます。いつもうちの人が行ってます。あ、先生の乾杯の言葉は三カ国語、カリー、サルー、サウジ。でも本当に住めば都でね、どこで、うん、お父さんもペローです。あもう都になりました。兄弟みんなどうしてこない、引っ越してきたらって言うんですけど、うん、やっぱり、うん、孫もひ孫もいれば孫もね、ひ孫もいるんです。孫もいればそれはペルーがいいですね。いいです。別の日、ペルー沖縄県人会館ではイベントが。一月ごとに開催されるイチャリバチョーデーという交流会。市町村単位での活動も盛んです。この月はペルー・ギノザ村人会とペルー・名護市共有会の合同イベント。若手を中心にエイサー、空手、歌三線、琉球舞踊などさまざまな沖縄芸能、文化が披露されました。そして同じ日、別の場所ではペルー北中城村人会の集いが。比嘉紀生さん、
97歳のお祝いも兼ねた会合に少しお邪魔させていただきました。いいことです、いいことです。日本人学校の教員として育っています。思い出は、思い出はやっぱり優しいお方です。あの方はギロザソン、そうですね、あれはカンナ、カンナですね、はい、カンナといって、はい、よく聞いています。ああ、そうですか。私は、はい、エロ二世です。はい、あ、二世です。日本語が私の時代まで十分日本人学校があります。ペルーは日本の南米への移民の始まりです。1899年の4月3日、ちょうど今年120年の歴史を残しています。ますます県が豊かになることを僕らの若い世代に伝えていきます。僕の音声いいや。沖縄ペルー移民の長い歴史を超えて今もなお沖縄の文化が継承されていました。そしてふるさと沖縄に馳せる温かい思いを感じることができました。